はい、こんにちは。ジャズ喫茶バリエルラのおいちゃんです。今日はですね、ビブラフォンがリーダーのレコードをお届けします。お待ちください。はい、始まりました。今日のレコードはこちらになります。はい、今日のビブラフォー本の奏者はもう第一人者ですね、ミルト・ジャクソン。モダンジャズカルテットのミルト・ジャクソンとしても知られてますけども、こちらは MJQ モダンジャズカルテットとしてではなくて、彼のソロアルバムですね、としてバグス・オパスというLP のタイトルです。はい、それでここに写真が書いてありますけども、もうメンバーがここに書いてありますけれども、ミルト・ジャクソン本人ですね。それからピアノカルテットを従えてます。ピアノトミー・フラナガ、ベースポール・チェンバース、それからドラムはコニー・ケイ。コニー・ケイはモダンジャズカルテットの一員ですね、同僚ですね。それであとトランペットでアート・ファーマー、それからテナー・サックスでベニー・ゴルソン、曲によってではですね。でも今お届けしているイル・ウィンドという有名な曲なんですが、ここでは本セクションは入ってません。アート・ファーマーとベニー・ゴルソンはこの曲には入ってません。より彼のビブラフォンを聴いていただくために、本音セクションなしの曲を選びました。ですのでトミー・フラナガン、ポール・チェンバース、コニー・ケイのピアノトリオを従えて、リーダーのミルト・ジャクソンが最初から最後までずっと叩いてます、休むことなく。はい、私このイル・ウィンドという曲が非常に大好きで、エラ・フィッツジェラルドもですね、この曲をすごく感動を覚える歌を歌ったりしてますけども、はい、非常にこの曲の良さをミルト・ジャクソンも出してます。もう本当にクールなサウンドになりますね。はい、ということで今日はミルト・ジャクソンが叩くイル・ウィンドをお届けしました。バリレラのおいちゃんでした。ジャズはいいよ。